皆さんこんにちは、岸谷です。今日はですね、平本さんの話をしていこうかなと思います。いやもうすごいね、完璧でしたね。ええ感じやこれ。今までの3試合何だったんだっていうくらい完璧でしたね。はい、直前で体重変わったっていうのがあったかもしれないけど、まあドミネーター選手ちょっと小さかったんですよね。それももしかしたら関係あるのかもしれないですけど、はい、とりあえずはもう MMA ファイターになれたと思います。はい、いやでも平本さんはまだこの勝利で、ま、満足していい選手じゃないんでね。はい、頑張ってほしいなと思いますね。まあ次の対戦相手はやっぱり奥田選手かな。以上、俺たちはファミリーだ。